レーザー加工機を買っちゃいました。20ワットで木材の切断もできる強力なやつです。とはいえ加工中の光と煙が結構すごいので一般のご家庭では使い勝手が悪いです。特に光は強烈で直接はもちろん反射光も目に入れてはいけません。こういう排気付きエンクロージャも売っているのですが結構お値段がしますね。というわけで DIY していきます。アルミフレームを購入、骨組みにします。外側は適当な厚みのベニヤ板、できれば燃えない材質が望ましいですが妥協します。加工の様子が見えるように樹脂パネル、ギコギコと穴開け。レーザーを遮光できるグレードは高いのであんまり大きいやつは買えませんでした。超つがいで開閉できるようにします。排気ダクト用の穴を開けます。ロックマンみたいなダクトファン接続、排気能力をチェック、問題なさそうです。内部に LED テープを貼り付けて完成です。これで本来の性能を遺憾なく発揮できますね。部屋の一角を完全に占領してしまいました。蓋の裏にはパッキンを貼り付けています。早速登録者1000人記念の盾を彫刻してみましょう。排気のおかげで匂いはほとんど気になりません。焦げずに綺麗にできました。日頃のご声援に感謝いたします。これで切断も彫刻も思いのまま。なお金額を合計したら買うのとそんな変わらん模様。皆さんもエンクロージャでレーザー加工をより快適にしませんか？